2本目の映像を始めたいと思います。社会調査の設計法ということで、第5項の、理論編の最後のねじめの内容、1節2節だけお話ししていきます。はい、こちらですね、第5項調査の設計となってます。ここでやるのはどういうことかというと、前回第4項でお話ししたような、この分析を実施するためのデータ集めの方法です。実は社会調査の方法について書いたテキスト類、あるいはなんかハウツー本とかだと、今からやっていくようなデータの収集方法に関する説明が主だったりします。そしてこれが非常に分量があるんですね、一般的には。しかしこの授業ではあくまでも社会調査の基礎を学ぶという目的から、今まで話してきたような、何のために社会調査するのか、それによって一体どんな結果を得ることが予想期待されているのかという話をしてきました。したがって、そういった目的と関連する限りで、どういったその調査の設計を行うべきなのかという話をしたいと思います。ですから第5項の内容は、詳しくは今後の勉強でしっかり詰めていきましょうといった内容となりますので、あくまでもそれに向けた入門的なガイドのような内容だというふうに思っていただけたらと思います。そこでやっていくのは、前置きの文章をちょっと省略しまして、何かについて知りたいとなったときに、一体どこから情報源を得るのかということ、それから実際に前回やったような形で、そのデータの集計分析をするための対象はどうするのか、そしてその対象からこう分析をするといっても、一体どんな記録をもとにやるのか、この3点を順番にやっていきます。今日の映像では1番目と2番目について見ていくという形です。そのスタート地点として一つ確認しておきたいのがこういった点です。調査の設計ということなんで言うのかなんですけれども、実はですね、やり方が違うと結果が違うということがすごい発生する世界です。分かりやすいところで言うと、こういうことについて調べました、じゃあこういう結果が得られましたと言っても、それはちょっと間違った設計法をやったからじゃないのと、違うやり方でデータの収集をしたら違う結果になったんじゃないのというようなことが生じるわけです。ですので、今からやっていく設計法、どういった設計になればどういう結果が得られるのか、でどちらの方が信頼を受けるのかという点を、皆さんとしてはこう今後厳しく見る能力を得ることが必要です。ではやっていきましょう。論点書かれてますが、省略しまして3ページ目です。情報源を決める。情報源という言葉をこの授業では使いますが、これは要するに、情報提供元、もしくは第2項でお話ししたい言葉で言うと、調査協力者ということになるでしょう。知りたい事柄に対して、情報を提供してくれる人、あるいはそうした状況を情報を提供してくれる、組織や機関ということになります。で、一体誰から情報を提供してもらったらいいんですかね。これテーマによって変わります。 A 調査テーマに照らしていうところを見てみると、やっぱり何について知りたいのかで、どういうことを、誰から教わりたいのか、これが最初にはっきりしてないといけません。テーマによってはですね、こんなふうにいろんなその情報提供者が考えられます。例えば何かの出来事について詳しく知りたいというときに、それをこう旗から目撃した人がいるといいのか、あるいは、その出来事を実際に体験した、その出来事に、自らですね、関わってしまった人からその話を聞くのがいいのか、
等々ですね、一体その出来事について知るために誰から教わるのが適切なのかということが重要です。これ、まあ、社会安全学部でやっている、社会安全学部で多くの人が勉強するであろう災害のケースで言えば、ね、災害を実際に体験した人、災害を、災害の被害に遭った人、あるいはその被害を受けた人の支援に当たった人、いろんな人が関わっているわけですね。じゃあ災害の例えば、地震で自分の自宅が、半壊状態になってしまうといったときに、その半壊状態の家がでどういったものなのかということを知るために、住人に聞くのがいいのか、周りの人に聞くのがいいのか、あるいはその半壊認定をやるために立ち会ったような、建設関係の専門家の目で聞くのがいいのか、まあ、いろいろあるわけですね。こういったように立場が違えば持ってる情報も違いますので、どこから情報を得るのが重要かということをここで述べています。B は飛ばしまして C、注意すべき点。例えば、じゃあ専門家の知見を聞くのがいいだろうとかですね、じゃあ、被害に遭った人のその時の回想を聞くのがいいだろうなどと判断したとしても、実際に協力を得られるかということがとても重要です。そして、協力を得られたとしても、本当にその人は本当の本当の情報を持っている人なのかということも重要です。ですので、一応こういったことも考えて、調査テーマに一番近い情報提供者を、考えるということが求められます。こういったことが、その情報提供者について考えるべき大きな理由といえます。それでは具体的に見ていきましょう。次の4ページからです。今、私たちが調査の情報を、収集する側だ、そして誰かがその情報を持っている側だというふうに暗黙に想定してお話ししてしましたが、いや、あるいはこれまでずっとそうだったんですけれども、実はそこの境界線が必ずしも曖昧ではないということを、その境界線が必ずしもはっきりしているわけではないということを押さえておきたいと思います。これまでね、調査、実施者、協力者、利用者という区別をしてきましたが、例えば、丸1番、その3者が独立している場合というのがあります。まあ、これがまさにこれまでやってきたやつですね。それに対して、丸2番、調査実施者と調査利用者が実は同じ人たちだという場合があります。実施者と利用者が同じ人ということは、自分で調べて自分でその結果を役立てるということですね。例えばですね、企業が消費者あるいは顧客の意識調査をする場合、いろんな例がありますが、例えばモニター調査、自分の会社の商品を使ってくれている人の意見をこう調べていく、感想を聞いていくというような調査ですね。これは典型的だと思います。要するに、調査結果を世の中一般の人たちに知ってもらおうとかいうことはやれませんよね。自分で調査して自分で、あ、ということはこの商品もっとこういうふうに工夫した方がいいなとか、こっちの商品の方が売れ筋だなというふうに、その社内で利用するわけです。こういった点では市民意識調査も似たところがあります。例えば、高槻市という自治体が自分の自治体の住民に対してこうヒアリングをする、あるいは意見を求める、これ一般には社会調査と呼ばれませんけれども、まあ、あの自治体ならではのものとして挙げてみました。パブリックコメント、まあ、あのこういう政策をやりましょうというときに、この政策に対して市民の皆さんの意見をお寄せくださいといった形で意見収集を行う
そのまあ政策決定のまあ手法になります。これもまあ市役所の側が情報収集します。そして市役所の側でその結果を活用しますというわけなので、実施者と利用者が一致しているモデルと言えるでしょう。これについては一つ、庁舎協力者からこういった仕組みになってますということを理解してもらうことが必要ですね。注意しておきましょう。はい、次に、丸3番。調査協力者と調査実施者が一致するというモデルもあります。これ、社会調査関係の教科書だとあまり出てこないんですけれども、心理学、人類学、社会学等に関わる調査では非常に頻繁に実施される調査です。自分で自分のことを調べるという調査方法なんです。例えば、ある問題となっている出来事や社会の当事者の一員が自分で自分の社会、自分の仲間たちのことを調べようというやり方をすることがあります。これはいろんな言い方がありますけれども、例えばネイティブエスノグラフィーとかですね、もっと一般には当事者研究などと言われます。どういうことかというと、ネイティブという言葉の由来を考えると分かりやすいと思います。かつて、人類学や社会学では、アメリカなんかを代表としてですね、そこのネイティブアメリカンの人たちに話を聞きに行こう。そしてこうネイティブアメリカンの人たちの生活の実態を明らかにしようなどということが行われました。しかし、それってあくまでも白人の、お金持ちの学者さんたちによる外部からの調査ですよね。本人たちが本人たちの世界をどう見ているのかということはよくわからないままとなってしまいます。これは良くないのでということで、ネイティブアメリカの人たちが自分たちで自分たちの調査をするということが非常に、第二次世界大戦後重視されまして、そこでこんな手法が行われています。なので、ネイティブエスノグラフィーなどと呼ばれるんですね。あとは、この授業ではほとんど紹介できないですが、私非常に関心持っているところで言うと、いわゆる精神障害を持っていると言われる人たちが、お医者さんからですね、この人はこういう症状だからとか言われることだけには全然満足できなくて、当事者研究をこの日本でもこの20年間非常にしっかりやってきています。こういったことも当事者研究の一つ、当事者の一員が自分たちのことを調べるやり方として今後ますます重要になる調査モデルといえます。このほか、もっとシンプルに、いや自分のことを調べよう、自分のことを書き残そうといった場合は、これ一般には社会調査の手法としてはあまり取り上げられませんけれども、最も多く行われてきたやり方、オートバイオグラフィー。これ実は一言で日本語に訳すと自伝なんです。これはあくまでね、自分の記録を残すためだけに残すようなもので、社会調査と考えられない場合も多いですが、社会調査においてもこの手法は用いられることが多いです。それからこの自伝の中で用いられる手法の一つといえますが、ライフレビュー、自分の人生を解雇する。それからライフストーリー、自分の人生を自分で語るということですね。こういったことも社会調査の手法として行われる場合があります。これは、心理学や社会学で行われる方法と言えるでしょう。他方、自分のことではないにしても、自分以外の、生活の在り方、例えば自分の家族とは別の家族、自分の地域とは別の地域、自分が働いている場所とは別の会社などに実際に参加してみて、そこでその一員として生活することによって分かることを明らかにしようという方法があります。英語で言うとちょっと長くなるんですけど、パーティシパント・オブザベーション。日本語でこの言葉がよく知られています。参与観察です。これに関しては、新社会調査のアプローチの教科書の中でも
何ページだったか今ちょっと確認できないんですけれども、いくつかのページで紹介されてますので確認しておくといいでしょう。これを図で表すとこんな感じになります。まあ、かつてですね、かつてとか最初の授業で、調査の実施者、というのと、調査の、ごめんなさい、これ利用者。あ、そうか。調査の実施者と協力者というのを分けて書いてましたけれども、調査の実施者が実は自分で自分の情報を持っている、そして分析も行うという形と言えます。なので、三者関係の伝言ゲームと言ってきた構造でしたが、この場合は実施者と利用者がいるという二者関係になるわけですね。ということを少し図で表しています。次、5ページいきましょう。今度はですね、調査協力者と利用者が一致するようなモデルです。これも社会調査の教科書ではあまり取り上げられませんけれども、例えば治験、投薬実験、投薬試験なんかは典型です。ある開発中の薬を試してみたいですと希望した人が、じゃあこの薬の効果を示す、まあ、被験体と、あるいは被験者となってくださいと言われるケースですね。これは調査に協力した人が実はその調査の結果、得られるような利益を享受することができる。まあ、そういった例と言えるでしょう。あれはもっとこれに関して知られているのは、社会実験と呼ばれるものです。まあ、経営施策をですね、こういうふうにやってみたらどうかということで試してみる場合もあるでしょうが、公共政策、例えば消費税を高くするとどういった経済効果が得られるのか。まあ、これはもう実験にはとどまらないものですけれども、こういった政策に関する政策リサーチを行う場合に政策実験が行われます。あるいは職場や学級など小さな集団でこういった方法をやってみたら、みんなの例えば労働意欲が、あるいは学習意欲がどう変わるかということを調べるようなアクションリサーチというものもあります。これらいずれも誰が一番その結果を役立てるのかというと、その実験に参加した人たちだというふうに考えられますので、まあ、協力者、利用者モデルと言えるでしょう。これを図に表すとこのようになります。見返してみるとあまり分かりやすい図じゃないかもしれませんが、調査を利用する人たちが実は調査をに協力する人たちでもあります。誰か別の人に調査の実施を依頼して、収集と公表をやってもらってまた役立てるといった流れになります。はい、このように変わったやり方についていろいろと見てきましたが、最後に以上見てきた3者が全て同一だという場合もあるでしょう。写真、業務日誌、自分誌、日記など、まあ、社会調査というふうに、なんというかですね、こう、なんだ、こう、かしこまって言えるようなものではないかもしれませんけれども、こういった記録作りというのはしばしば行われますので、合わせて述べておきました。以上、この誰を情報源とするかという話をしていく上で、そもそも一体その調査プロジェクトにはどんな人が関わるのか、その中で、誰が誰から情報を得るのかということについて確認しておいた内容でした。さて次に、このように、まあ、社会調査の実施者、協力者、利用者がはっきりと決まったとすれば、その次の段階として、じゃあ知りたいことは分かったと、それについて、本当にその人から情報を収集するということでいいのか、あるいはその人について知りたいとしても
その人自身から話を聞くだけで、それで十分なのか、こういったことについても問題が生じる場合がありますので考えておきましょう。まず個人と集団ということで、社会調査ではよくこのインタビューとかアンケートとかを行うんで、調査の対象は個人ですと。例えば高槻市の住民、例えばある企業の社員、こういった人たちだとなることが多いんですけれども、注意しておかなければいけないのは、その人のことを知りたいからといってその人に根掘り葉掘り話を聞くだけでは十分ではない場合もあるということです。そこでその個人と集団の関係を考えておきましょう。集団というものは、今言ったように、まあ、家族とかですね、会社とかなんですけれども、個人の活動を通じて成立するもののはずです。他方個人は、まあ、一人で生きているように思うかもしれませんけれども、実際には集団とかの関わりにおいて生きている。このように、まあ、社会学や、人類学、心理学では考えます。ということはです、理想を言えばどちらか一方の情報では十分にいずれについても理解できないはずなんですね。これを少し図で表してみたのが次のイラストです。ある人物 S さんについて知りたいとしましょう。この人の生活について知りたいとすれば、実はこの人にどんな生活してますかと聞くだけではですね、見えてこない部分があります。家族関係、地域関係、職域、つまりまあ会社とか職場とか同僚との関係、そして交友関係、あくまで一部を挙げただけですけれども、このようにさまざまな関係の中でこの人生きているわけです。もちろん S さん自身の口から話される部分もあるでしょうけれども、この S さん自身の口から聞く以外にも、具体的に S さんがどういうことを指しているのか知りたいとかなったら、この左側ですね、彼が関わっている、あるいは彼女が関わっている家族集団、地域集団、職域集団、そして、まあ、趣味仲間との交友なんであれば趣味仲間、こういった集団からなるこの彼のあるいは彼女の生活の背景を知っていく必要があります。するとこの S さんの生活について徹底的に調べる場合には、そこに訪ねていって話を聞くことももちろんですが、関係について見なきゃいけない、聞いてはこの人が属している社会集団からもデータを得ていく必要がある。こういうことがしばしば生じます。要するにアンケートとかインタビューをやって、その人が回答してくれたんでこの人のことがよくわかりましたというふうに簡単に言い切っていいかというと、そうじゃないと。かなり多面的に情報収集しなければいけない場合があるということです。これは逆についても言えます。ある企業のことを知りたいとしましょう。 M 社のことが知りたい。するとこの M 社の中にはですね、さまざまなその従業員間の関係があるはずです。それについてこれもよくあるのは、会社の代表者にアンケートを送る、すると会社のまあ秘書室とかですね、そういうところでアンケートに回答してくれて、この会社はこういう会社だったとか言って把握することが多いんですけれども、もっと細かく見るためには、その従業員の人たち S さん、 T さん、 U さんのこの会社生活を見ていくってことが必要となるでしょう。いいでしょうか。こういうふうに考えると、この会社について知るためにも、いろんな個人についてインタビューと繰り返す、重ねていくことが必要と分かります。このように個人から広げていく場合も、集団から広げていく場合も、実はいろんなことをやらなきゃいけない。このように考えたときに、じゃあ情報を提供していただく人というのはどんな人なのか、結構多くの人になるかもなということに気づかれます。では、次に属性と行為ということで掲げてますが、これについてはちょっと抽象的になってしまうので、
今は置いておきましょう。要するに、ある、誰かのある行為、例えば政治家がある政策を取ったとかいう行為について調べようと思うと、いろんなことをですね、合わせて検討していかなきゃいけなくなりますよ。その逆もそうですよ。ある政策において用いられた、ツールや、ノウハウなどについて、知りたいとなったら、これを用いたこんな政策、こんな政策、こんな政策というふうにいろんなパターンを見ていかなきゃいけなくなったりする、そういったことを知ってもらうために図を挙げています。これはちょっと抽象的だし、あまり具体的に作れてませんので、テストとかには出しませんので横に置いておいてください。はい、このように、さまざまな情報提供元、情報提供者、あるいは、情報源がある、ありうるということを考えると、一体どこから始めて、このどこまで情報を得ればいいかというのが、現実の社会調査では問題となります。皆さん自身もおそらく、例えば卒業論文で何か社会調査を行いますといった場合には、かなり悩む部分だと思います。私が言ったようにね、ある人一人から話聞いただけでは不十分だよとかですね、言われたりとか、あるいは自分で自分のことも調べれるんですよとか言われたら、結構な可能性が出てくるので、かなり、なんていうか悩むわけです。そういった場合に、一つ、最初に手がかりとなるだろうことを挙げておきましょう。丸一番。どんな人たちから情報を得るということで、そのテーマに最も接近できるのかということを考えてみましょう。専門家が最もそのコートについてはよく知っているということもあり得るでしょう。しかし、実際にこう現場現場でですね、生きている人たちの中で分かりやすくその状況を説明してくれる人がいれば、一番この情報をつかめるんじゃないかという場合もあるでしょう。しかし、この人たちって、なんていうか、外向きに喋るのが上手な人だったりします。もっと市井の、昔の言い方で言うと、お茶の間の感覚を読み込んで、読み取って、例えばですけれども、一般のそこら辺歩いている、駅前歩いている、学生さん、家で家事に励んでいる主婦の人たち、こういった人たちに、生の情報を教えてもらうということも大事かもしれません。このように、一体どのレベルでの情報を知りたいのかということを、まず考えてから調査を始めるというのが一つ、など考えられます。で、こういったときに、それいずれについてもですよ、すでに情報が存在するのかどうか考えることが重要と言えます。公に書かれたものってあるんですね。特に専門家の知見に関してはそうです。あるいは、巷で囁かれること、あるいは全く知られていない、誰も気づいてないこと、いろんなものがあります。もし、知られているものがあるんであれば、例えば、公に書かれた事柄があるんであれば、その文献を読む、ということが必要です。しかし、往々にして、私たちが知りたいと思うことは、私たちが知りたいと思うことは、文献などの形では表されておりません。となったら、特にこの全く知られてない事柄などについては、次のページ以降で紹介するような情報収集が別途求められます。というわけで、これに関しては2節以降を見ていきましょうということになります。という感じです。では第2節、観察対象を絞り込むの内容です。観察対象というのは、前回、あるいは前々回紹介した分析方法のレジュメでは、例えば A 庁、B 庁、C 庁、E 庁みたいな、10個の町とかだったりしますし、あるいは、前回の最後にやったような10人の健康状態と生活習慣を調べましたっていう場合の10人かもしれません。こういった対象をどのように絞り込めばいいのか。前回まではそういった対象が、はい、あります。10人のデータがありますという体で考えましたが、そ
そのような10人が最初から目の前にポンと現れるわけじゃありませんから、どういった対象をこう社会調査の分析において取り上げるといいのかということから考えなければいけないわけです。まあ、いろいろとこうそれを考える上で大事な点というのがあったんですけれども、ちょっと省略しまして、見出しだけ掲げておりました。まあ、どんな探査対象が自分の調査テーマにとって大事なのかということを考えることが必要ですよということを、そこで、その10人の、患者さんとか10個の町とかいうふうに言いましたが、観察対象っていうのは、そういったものだということをまずイメージとして持っておくことが大事です。その上でです、次のページに行かせてもらいます。社会調査の設計の方法として一番よく上がってくるのがこの研究デザインというやつです。観察対象を選び出すやり方を、一般にデザインというんですけれども、実は社会調査に限らず、その他様々な研究においては、統計研究のデザインについて語られることが多いんです。ですから、統計研究だけに限らないんですけれどもね、統計研究でよく言われるデザインの仕方に即して、少し観察対象の絞り込み方を見ておきましょう。まず重要なのは、その観察対象に介入するかどうかっていうのを決めなきゃいけないということです。介入って何やねん？言うと、これは観察対象が、こう、観察者、もしくは社会調査の実施者から見て、離れたところにあれば、これは観察対象に介入していないということになります。だから、介入しないで、そーっとですね、外から離れたところから観察するやり方があるということです。それに対して、介入する観察というのは、この観察対象に関わっていくということですね。なんでそんな関わんねんと思うかもしれませんけれども、実は、今から少し事例として取り上げるように、臨床系の研究、これは医療、看護、福祉、それから政策等の分野で行われる研究なんですけれども、そこにおいてはこの介入というのが非常に大事になります。なぜなら、例えばお医者さんであれば、医療行為をやってみないと何が起こるかわからないわけですね。で、例えば患者さん10人にある手術方法を実際やってみた結果どうかということがわからないと、あまり調べ事をしても意味がない。そういう場面があります。なので介入というのは大事なわけです。このような介入をするかしないかということが一つデザインを設計する上で大事なんですが、もう一点。時点の多さ。一時点で観察するのか、複数時点で観察するのか。ということも大事です。このような A、B のデザインの考え方を両方とも考えると、このようなクロス表ができます。介入しない場合、ここでは観察研究と取り上げています。一時点だけデータを取る場合、というのがここに掲げられています。この両方を行う場合、後で少し紹介します。横断研究と言われます。他方で、観察研究でも複数の時点、定時的なデータを取る場合、は、コホート研究や症例対象研究というものがあります。症例対象研究について後で紹介します。そして、介入研究。例えば心理学などでは実験と呼ばれることが多いですけれども、あるいは先ほど紹介したように、政策研究などで行われる、政策実験も考えられます。広く社会実験と言われるものを含めて考えると、これは一時点で行われることがありませんので、定時的なデータ。ごめんなさい、一時点で行われることがないわけじゃないんですけどもね、ここでは定時的なデータに基づく研究を取り上げます。すると、ちょっと細かくいろいろ掲げられています。
まあ、理系の研究で行われる手法を、ね、挙げているので、ちょっと細かくなっているんですけれども、いろんな方法があります。これらについて全部見ていくことはちょっと大変なので、代表的なものを見てみましょう。次のページの丸1番。ランダム化比較試験。どういうものかというと、これはここのイメージに表されるように、お薬を投薬してみたらどうかといったときに典型的には使われるものになります。しかしもちろん、こんな健康政策やってみたらどうかとかいう政策実験等でも全然使えるやり方です。ある一番知りたい薬や政策をやってみるっていう群を一方に設けて、群というのはその対象のケースのグループのことですということを前回やりましたね。介入群を設けて、他方で対象群、これ比較対象用の群です。こんなもん設けるというやり方です。ここにもお薬書かれてるやんかって思う、と思いますが、これは一般的にはフェイクの薬。例えば何も薬効のない、効果のない薬と考えられます。まあ、このように、知りたいお薬の被験者と、そうじゃないものの被験者を分けて、で、両方にそれを試してみて、結果、いい効果が得られたかどうか、ということを試してみるような実験です。これを、その、ランダムにメンバーを選び出してやるので、ランダム化比較実験と呼ばれるわけですね。この授業でも扱った言葉で言うと、基本的にこれは前向きに行われるものです。すなわち、結果どうなるかなということを調べるタイプのものです。これが実は科学の世界で最も信用性の高い、信頼性の高い調査デザイン方法だと言われています。これに対して、丸2番。ね、お薬がどうこうとか、そういった事柄でなければよく、用いられるやり方で、これは文系の研究でも非常に頻繁に行われるものです。症例対象研究。この言葉はね、あまり見られないと思うんですけれども、症例という言葉はケースという言葉に対応。要するに、知りたい対象の、事例のことですね。この授業でもケースという言葉を紹介してきました。それと比較対象ですね。英語でコントロールと言いますので、ケースコントロールスタディというふうに英語で言われます。これを日本語で訳したのが症例対象研究です。この訳語がね、なんかこう、病院で、その体に良くない症状を持っている人たちを対象とするものだというふうなイメージを与えるので、良くないと。薬語として良くないと思うんですけれども、まあ、定着してしまっているので、まあ仕方ない。皆さんとしては、別に社会安全学部来ている人は、医療とか看護とか福祉に必ずしも関わらないでしょうから、カタカナでケースコントロールスタディと覚えておくと、まあ、分かりやすいと思います。ただ、日本語で言うときはね、ほとんどの人が学者さんでなければケースコントロールスタディと言われても分かりませんので、症例対象研究という言葉も知っておくといいでしょう。いろんな特徴がありますが、すごいシンプルです。ある病気とかある問題を持っている人について調べてみて、どんな要因がそこにあったのかな、どんな因子があるのかなと調べると。他方で、そういった問題を持っていない場合には、じゃあどうなのかなと調べてみるということです。これ問題ベースで考えましたけれども、いい兆候を示している場合を調べてみるとかいうことも可能です。実はこの授業では、健康改善が見られた場合とかいうことで紹介してきました。健康改善が見られた自治体をいくつか選んでみよう。で、ない自治体を選んでみよう。それぞれどんな特徴があったのか調べてみよう。こんなことをやりましたね。あれも実は症例対象研究のやり方でございます。こういうふうにうまく整理すると、何かいい結果が起こっていることの原因を
探っていくことができるはずです。次、最後、丸3番。まあ、そうは言ってもという感じになっちゃうんですが、この横断研究を行うことが、特に、社会学もしくは、社会学には限りませんけれども、官庁統計なんかでは非常に多いです。要するに全体の傾向をバッとアンケート等で調べて、バッとその特徴をつかむようなやり方です。まあ、今年行われる国勢調査なんかも、まあ、まさにこのクロスセクショナルスタディです。あ、いきなり英語に入ってしまいましたけど、横断研究です。英語でクロスセクショナルスタディと言います。この言葉の意味はちょっとまあ説明省略させてもらいますが、とにかく、ある一部の断面をズバーッとこう切り取るという感じです。国勢調査であれば毎年に、毎年というかその5年に一度10月の1週目の時点で全国民の状況を調べ上げるという調査ですね。こういうのをまあ横断的にその一時点でズバッと調べるような調査ということでクロスセクショナルスタディと言います。そうすると一時点で調べれているということが特徴ですよね。でその中で結果と要因を探るということも特徴です。例えば、子供が2人いる世帯とか3人いる世帯、4人いる世帯だと生活状況が良い、普通、苦しいとかいうふうにそのデータの中で結果と要因の関係を探っていくわけですね。はい、まあ、社会統計の分野ではこれをやるのが、まあ、一般的でございます。というわけで、まあ、皆さんもこれに関わることが多いだろうと思います。ぜひ、そういうタイプのものだと知っておきましょう。ただこれだとね、広くいろんなことを探れる反面で、これを、こういった政策をやってみたらどうだろうかとかですね、この症状に関して絞り込んで何が原因やねんとかですね、どうやったら治るねんということを調べたいんやというような目的がめっちゃ具体化、特定化された場合にはその、要因だけを調べていくっていうような、まあ、絞った探究がしにくい、これがまあデメリットと言えるでしょう。まあ、そういったデメリットが良くないといった場合には先ほどの症例対象研究などに進んでいくことが重要と言えます。はい、以上が、この統計研究のデザインの方法でしたが、あと2ページだけ見て終わりにしましょう。まあ、統計研究でもそうですし、統計研究じゃない場合もそうです。じゃあ具体的にどんな人に協力をお願いするのか、どんなところから情報を得るのか、対象の選出と標本の抽出が必要です。対象の選出に関しては、まあ、英語で言えばということでセレクションと呼ばれることが多いです。どんなグループから見ていくかなというわけです。例えばこの授業では、前回喫煙をしている人していない人それぞれで、まあ、不整脈が多いかどうかってことを考えたりしましたけれども、じゃあそれを調べるグループを例えば男性を選んでそれを調べるのか、若者を選んでそれを調べるのか、この地域の人たちを選んで調べるのかなどなど、この関心を持っているグループを特定しなきゃいけませんね。すべての人からその情報を得るなんていうのはあまり意味がないわけですから、あるグループを特定する必要があります。つまり群を決めるということが必要です。この群の中で例えば、日本国民の、20代の、女性で例えば何でもいいですけども、インスタグラムを使ってる人とかしましょう。それでもまだめっちゃ人いますよね。何百万人いるんやろうって話です。するとそこでサンプリングが必要となります。その中からだいたいね、3000人がもうマックスなんです。それ以上は必要ないと言われてますし、それ以上集めてくるのはなかなか大変なんで、抽出が必要です。標本を選び出すことを標本抽出と言います。これを英語でサンプリングというんですね。選び出し方にはいろいろあります。これいずれについてもですね、めっちゃ詳しく勉強しなきゃいけないんですが、この授業では、名前だけ押さえておきましょう。丸2番は有意抽出法。英語で言うと、パーポシブサンプリング。ある目的に沿って、標本を選び出していくやり方です。危険法。
まあ、知り合いとかのつながりを通じてこの参加者、調査協力者を選んでいく。便宜抽出法、その場で出会った人、例えば街頭インタビューとかでそこにいた人から調査の協力を得る。雪だるま法、すいませんけども、他にもこんな協力に、こんな調査に協力してもらえる人を紹介してもらえませんかといったやり方で探していく。割り当て法、もう A というグループの中から何人、B というグループの中から何人というふうにこうピックアップをする、まあ、ルールを決めちゃおうというわけですね。こういった形で、まあ、いわば客観的な方法でというよりはその場その場の、ご縁とかつながりを通じて、調査に協力してくれる人を選んでいくやり方です。これはコストを抑えやすいというメリットがあります。他方で社会調査の教科書等では特に統計研究で大事な方法として無作為抽出法の解説がなされることが多いです。無作為というのは英語で言うとランダムです。一番知られている特に大事だと言われるのは単純無作為、つまり完全にランダムに相手を選んでいくというやり方です。これ市町村単位で行われることが多いんですけれども、住民名簿等を用いてですね、まあ、ランダムに選んでいくやり方。しかし完全なランダムというのはちょっと難しかったりするんで、系統抽出あるいは等間隔抽出というやり方が取り入れられることが多いです。さっき言ったその住民名簿の中で等間隔に、例えば、6個目があるサイコロであればその中から1つサイコロを振ってですね、選んでみる。すると3とか出たとします。すると名簿の中の3番目から始めて、で例えば10人おき 3番目、13番目、23番目っていうような人たちに調査の協力をお願いしていくというやり方、こういうサンプリングも無作為抽出の一つと言えます。まあ、単純無作為じゃなくてね、ややこのなんていうかね、10人おきという傾向が生じてしまうんですけれども、まあ、でも10人おきであるからといって情報が偏るということはないでしょうから、無作為抽出の一種だと言われています。そうするとこうやって得られたサンプルは代表性を確保しやすいです。要するに偏りがないんで、まあ、この市の住民全体の傾向を反映してるんじゃないか、その市全体の傾向を代表してると思っていいんじゃないかというわけです。では次のページ、最後のページに参ります。このように、まあ、いろいろな、サンプリング、セクション、セレクションのやり方があるんですけれども、具体的に見るとどういうふうにやるんでしょうか。すごい大事な事例とかを取り上げて、それについて詳しくですね、その後どんな状況が生じるかを調べていくような事例仮定研究というのが、しばしば用いられます。この場合にはもうサンプリングってことは必要ないですね、この事例を使おうというセレクションをバシッとやって、それでその人について、あるいはその会社について、その地域、その国について詳しく見ていくという形です。それに対して先ほど の症例対象研究のようなやり方になる場合もあるんですけれども、比較事例研究、例えばある政策を取った事例を1個選んでこよう、じゃあこの事例が一番いいだろうと言って選び出す。その政策を行っていない事例も1つ選んでみよう、じゃあこの事例がいいだろうというふうに選んでみる。まあ、ある程度ね、こう似た事例じゃなきゃいけないんですけども、政策を取っている、取っていないという点では大きく違うぞというような事例を持ってきて、その特徴がその後どういうふうになるか、まあ、政策がの影響とかどうなるか、保健状態、健康状態の変化がどういうふうに現れるかといったことを調べるようなタイプの研究です。まあ、実は私はですね、このタイプの研究を行うことが多い、まあ、人です。皆さんも卒業論文とかでは非常にやりやすくて、かつある程度の発見を得られる非常に、コストパフォーマンスのいい研究方法だと思いますので知っておきましょう。そして次に、これ実は国勢調査、ごめんなさい、国勢調査ではこれ行われてないんですけども、国勢調査は実はこの授業で、あまり詳しく説明できないんですが、国勢調査はサンプリングを行わない、全世帯について行う調査なので、少しここでちょっと別種のものとなります。ここでサンプリングを実施するような、国の統計調査の場合を取り上げます。
いろいろあるんですけどもね、例えば昨今だとコロナウイルスの感染症の影響で失業率がどうなっていくかとかいうことが注目されてますが、失業率を調べる労働力調査なんかはまさにこれです。まずですね、これ総荷抽出法というんですけども、酸素層を選び設定しまして、だいたい1層目は都道府県です。都道府県の中でどの都道府県について調べようということをピックアップするんですね。例えば2県ピックアップするとか言った場合です。ちなみに労働力調査ではもっとやりますので、ちょっとこんなに少なくないんですけども、まあ、単純化して2県選んでみよう。そしてその中の市町村全部調べるの大変なんで、まあ、市からは2つ、町村から3つ選んでみよう。その中の市民全員調べる、例えば高槻市とかだったら何十万人いるわけですけども、全員調べてみようというと大変なんで、その中で町町目と言われるんですけども、エリアですね、市街地から3地区、郊外から2地区とか、町村の中ではあざ3つとか選んでみようというようなやり方を行うようなやり方です。これ総荷抽出と言います。要するにセレクションとサンプリングを両方組み合わせているわけですね。こういうふうなやり方を国の統計調査など、大掛かりな統計調査だと行いますので、こういうことも知っておくといいと思います。はい、以上が具体的な、セレクションとサンプリングの方法でした。では、こういった方法を、まあ、組み合わせてですね、やったり、適切なものを選んでやったりすることが大事だということは頭に置いておいてもらえたらと思います。今日の内容はここまでとなります。第3説については次回扱いますので、次回またやりましょう。では2つ目の映像をこれで終了します。